こんにちは一般社団法人青草の原の藤田こと,こと申ししますよろしくお願いします、えー、パッションアクションミッションそういうふうに私は大学4年生の時ある先生からその言葉をもらいましたパッションを持ってアクションを続けていく中でミッションが見えてくるんだよその言葉を自分にとってミッションが何なんだろうっていうふうに思っていた時に いただいてそうかパッションが湧くところにいようそういうふうに思いました自分にとってパッションが湧くところっていうのはどういうところなのかなっていうふうにその時考えました自分にとっては社会の中で低くさせられている立場の人だったりその状況そういう事柄に出会った時に私の中でたくさんいろんな問いが どどどどん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 湧いてくるなんでこんなことになったんだろうなんでこれが許されてるんだろう今これを知った私は知ったものとして何をしないといけないんだろうどう生きていかなきゃいけないんだろうそういうような問いが湧いてきてそして私はその問いから突き動かされて進んできてたんだなっていうふうに思ってそしてそこに私のパッションがあるんだなっていうふうに思いました。 そしてそこから私は母子生活支援施設という母子家庭の家族が住んでいる施設で働くことになりました今そこで働き始めて8年目になります母子家庭の家族が暮らしている施設ですけれどもそこには暴力 DV だったり虐待だったりいろんな暴力が日常の中にあるそれが当たり前だった親子だったり あるいは障害や病気今までの生きてきた中でのその生い立ちの中でいっぱい傷ついてそれがあるからこそ日常の中でのその生活や育児その中でサポートが必要近くでサポートしてくれる人が必要そういった親子が暮らしていますまあそこの現場の中で本当に日々いろんなことが起きるんですが その親子と一緒にいてその親子がとてもしんどい苦しいそんな叫びのあるそのそばにいさせてもらったときに私が感じたのは自分が自分としていいよっていうふうに言ってあげられない葛藤と深い深い寂しさでした母親だから強くいなきゃいけないとか 頼れるお兄ちゃんじゃなきゃいけないとか優しいお姉ちゃんじゃなきゃいけないとか家族はこうやって協力してニコニコ暮らしてないといけないとかそういう本当は当たり前じゃないのに当たり前のことのようにされていることをそうやってインプットしてそれができないから自分はだめなんだそんなお母さんにいられないから私なんて生きてる価値ないとかそんなことすらできないのか。 そういうふうに思ってどん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 追い詰められて苦しくなっているそしてその苦しさの中には自分が自分として見てもらうことが今までなかった自分が自分として大切にされるっていうことが今まで経験がなかったその深い根深い寂しさっていうものがあるんだなっていうふうに感じました 職員としてそこで何かできることっていうのはもちろんあるんですけれども私はどこかでじゃあもっと私として関わることができればもっと自由に私として、えー、彼らと一緒にいることができればそんな拠点がまた別に欲しいなっていうふうに思うようになりましたそしてできたのが去年の11月ですね西新宿のある一軒家にえー レモンハウスというみんなのお家を作ることになりましたレモンハウスは誰かのためっていうような対象を作っていませんどんな人でもどうぞっていうふうにしています例えば先ほどの浜野さんのお話の中でもありましたけれどもやっぱり助けてが 相談をするところに行って助けてっていうことって本当に難しい中で日常を一緒に暮らすそのお家の中でふとした時にちょっとこれがしんどいんだよねっていうふうにポロっと言うことだったりとかあるいは他のところに助けてっていうふうに言いに行ったのにもかかわらず制度の狭間の中でそれはできませんっていうふうに言われてしまってもう口をつぐもうとしてしまった人たちもそんな人たちも含めて。 そこにいることができます。そしてこれからどうしたらいいのか一緒に考えられるような場ができています。レモンハウスで大切にしていることはあなたであること、共にいること。あるお母さんがですね、子供二人連れてきていて、まあそれこそいいお母さんでなければいけない、いい子に育てるためっていうので一生懸命になって、まあちょっと子供がいたずらをしたりすると。 ほらっていうふうにすぐ叱るっていうような場面がよくあったんですけれどもそのお母さんがそのレモンハウスで過ごしている中で例えば子どもたちが何かいたずらをしている時他の大人が笑っていてそしてそのお母さんも自分の好きなアーティストの話を周りの人としたりしてそんなたわいもないそんな時間をレモンハウスで過ごすことである時そのお母さんはそのレモンハウスのリビングで。 子たたちがが走り回っているる中ソファの上でで寝ることができました私はその時にその彼女の寝ている姿を見て「ああようやくあなたとしてここにあることができたんだね」っていうふうに思ってとっても嬉しい気持ちがしました「あなたであること共にいること」 そのことを大切にしているよって言えるような場所が今持てていることっていうのを本当に心から嬉しく思っています。人が自分として大事にされて愛されて安心できる場所そして生きるために必要な栄養と休息が得られる場所そういった関係性を もっともっと作っていきたいしそれを広げていきたいそのチャレンジを青草の原ではしようとしていますぜひそのあなたであること共にいることそういうふうに言える場所がもっともっと広がっていくようにそういった関係性がもっともっといろんなところに広がっていくためにぜひ皆さんにもこの青草の原につながっていただきながら進むことができたらそんなにうれしいことはないなと思っていますありがとうございました